はい、こんにちは。カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズ3続きやっていきたいと思います。ですね、とりあえずモンスターほとんど作ったんですよ。で、レベル今上げてる最中なんですけど、これどうなんだろうなと思ってさ。これでいいかな。闘技場そういえばやってないなと思って、ランク B。エクサアリーナとかね。対戦パートとかやってないじゃないですか、自分。今作ってる最中なんだけどね。さあ、この B クラストーナメント、アナブルパワーオブドリーム登場だ。これストーリーに関係なかったんだね、これね。みんな、こいつを待ってただろう。無双する闘神。対する相手は神出鬼没のイラフ老師。予測不可能な展開から目が離せない。それでは第1試合ゴーファイ。もう多分 B だったら無双だと思いますけどね。すげえな。勝者はこいつだ。なんかランク S まであるつはなかったっけ。アンビリーバボー。激アツバトルにお熱が出ちゃうぜ。2回戦の相手は攻め怒涛の手数を15代目ファルコン Z だ。おお。それでは続いて第2試合ゴーファイ。どれが L サイズ？あれ全部 S だし。勝者もこの男だ。お前に弱点はないのか。まさに神に愛されたバトル同時ってか。最後の相手は勝する暴れん坊キングオブフリーダー BJ。 あ、でかいいね。さあさあ、いよいよ最終戦。勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。いいよね、ワニバーンとかメカバーンとかね。バーン L サイズ2体並べるとか面白そうだよね。それではラスト第3試合ゴーファイ。やるやらない別として一応どんなモンスター見たいかリクエストくだされば、まあ作りますんでね、気が向いたらね。あと強い弱い別としてこんなんでやってみたいなとかね、まあ、自分で決めたりとかある程度はやると思うけど、キャラ縛ってたら勝てるもんも勝てないけどね。あれ終わった。なんとなんとなんと B クラスを勝ち抜いたのは無双する闘神。コングラチュレーション、ハッピーゲンショー。
これ以上私をメロメロにしてどうする気？はい、これは B クラスの優勝商品よ。幸運の印？待って、こんなん取ってからやった方が良かったんかな。次でとうとう A クラスか。あなたのことだもの、きっと大丈夫。これからも頑張ってね。さて行きましょうか。挑戦する？よし。S まであるんでしょ？さあ、この A クラストーナメント唯一無二のキングオブトップ登場！歴史を変えたモンスターマスター界の一等星！これすごいよね。でもね、ファミコン時代の裏でこんなことやってたってね。対する相手は共演のオペラ歌手レッツ。やつのバトルソングは激烈強烈。お、それでは第一試合ゴーファイ。まだ作ってないモンスターとか出てくるかもね。一番右もクリオネを手に入れなかったらできないからね。ファミコン時代にまさかピサロの、ね、外伝的ゲームがね、まあ何20年以上後に発売すると思ってなかっただろうね、当時はね。ラストサンダー1だけ残るってやつだね。勝者はこいつだ！なあみんな、こんなバトル見たことあるか？度肝を抜かれて会場も大興奮だ！2回戦の相手は地獄のフェロモンボール、元祖不屈のストロング乙女、宇宙戦士ナオミ！ナオミだって、あれかな、ジパング出身かな。それでは続いて第2試合ゴーファイ。おお、ナオミってあの0703じゃん、703じゃん。なんかその人がさ、なんか自分の番号そんなんで使ってたような人いたと思う。その上はどっか知らないけど。また一歩と近づいていく。最後の相手は、そう、こいつが無我の鬼、マッドネス・エンデス・レボリューション、ペムだ。さあさあ、いよいよ最終戦、勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。それではラスト第3試合ゴーファイ。これある程度ってやっぱ身代わり使うのかな。とりあえずエンドールはエンドール、エンドールってエクスアリーナの方が絶対難しいじゃないですか。あれはあれでやってみて、まあこんなパーティー面白いなとか絶対あると思うんで、とりあえずこのパーティーでどこまでいけるかとかをやってみたいな。ね。あ、終わった。終わった。ね。なんと
なんとなんと A クラスを勝ち抜いたのはマスター界の一等星、まことにことぶき愛とことぶきなり伊藤ってことぶきなり、これすっかり忘れてたわ、あの闘技場のこと作ってからあやってねえと思って動画にしてるって感じね。信じてた、あなたなら絶対勝てるってね。はい、これは A クラスの優勝商品よ。何もらえるの？勇気の証。ああ、いいね。もし S クラスで優勝したら、あなたうちの娘の婿になっちゃう？娘って誰？なんて冗談よ。次も頑張ってね。S の絵ってあんのかな、 X とか。まあいいや、ちょっととりあえずなんだっけ、幸運の印だっけ、あれってなんな、あ、アイテムアップか。なるほどね。経験値アップも多分あるね、これね。よし、はい、じゃあ行っちゃいましょう。ねえ、 S クラス最高峰なんか。挑戦する？はい、行っちゃいましょう。行くわよ。ウルフドラゴンだね。大会の頂点、この S クラストーナメントにとうとう彼が登場だ。そりゃ誰かって、街を歩けばどいつもこいつも振り返る、噂の尽きないあいつ、究極のカリスマ、バトル界のジャスティス。すげえなこれね。対する相手は、一度は引退した英雄の機械だ。よみがえるし、デスペラード・ガルプリオ。それでは第一試合、ゴーファイル。なんとかマスターとかあんのかね。身代わりはまあ、なんで雄たけびとかさ、なんか休み効果とかさ、あんなんでね、解除してね。やり方はあるんでしょうけど、根に持つタイプとかさ、これ三択かなんか持ってなかったっけね。やっぱそういうやり方あるよね。勝者はこいつだ！歩みを止めるな！見たこともない景色を見せてくれ！2回戦の相手は進化する悪魔ニコーラ。こいつに勝てたやつはほとんどいねえ。倒れたよ！お前には会場中の期待が集まってんだ。それでは続いて第2試合、グーファイ。やべえな、ポケモンのあの子供みたいなでかい鍵持ってた子いたじゃん。誰だっけあれ。もう強いの、破壊のスリー。こいつに勝てたやつはほとんどいねえ。あ、そう、強いの。
あ、強いね。さすがに。ちょっとコマンド入れようか。あ、モンジーか。あー、全部作ってますね。とうとうここまで来よったか。待っとったぞい。本当に成長したの。わしの見込み通りじゃ。だが、お前にわしが超えられるか。でもこれ、なんかこの人救った方が良かったんじゃないの、いろいろと。これは歴史に残る指定対決だ。さあ、生ける伝説はどっち、どっち、どっち。それではラスト第3試合、グーファイ。もう超えてるよ多分。あ、命令できないのか。そっか。あ、まあじゃあいいよ。さすがですね。今のところノーダメージだね。ノーダメージいったぞ。Sランク。まあ、無双もいいとこですね。ドラケース。なんと、なんと、なんと、Sクラスを勝ち抜いたのはニューイケル伝説。ここに新たなチャンピオンの誕生だ。おめでとう。素晴らしい戦いだった。お前はわしの誇りじゃ。俺からも最上級のおめでとう。皆様、彼に拍手を、歓声を、祝杯じゃ。でもね、コメントでね、あのドラケーモンスターズ3も無双してくださいってコメントがね、前あったから、ね、無双してるよね。対戦は分かんないけどね、人間相手の方が絶対強いからね。すげえ負けと思う、そっちは。優勝しちゃったのね。 Sクラスの優勝商品はあたし。冗談だろなんてね。本当にすごいわ。おめでとう。はい、これはSクラスの優勝商品よ。何もらえるんだろう。幸運のメダリオン。あ、なんだか遠い人になっちゃったわね。でも、これからもずっと応援してる。たまには会いに来てよね、チャンピオン。ねえ、立場は上がったけど、ね、中身は変わってないからね。これ、メダリオンって、あれだよな、多分、効果大だよね。アイテムアップ大。ああ、なるほど。経験値アップ大とか、多分、メダル交換とかだろうね。これで挑戦する。あ、で X はないんだ。 X アリーナ、X アリーナの方もあるから、とりあえずこれで全部ですね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。まあここより X アリーナの方が多分難しいでしょうから、まあそっちの最後は何が出てくるんでしょうかね。
はい、ということで自分もねこう見ながらね、あ、こんなモンスター使いたいなとか思いながらね、まあ見てるんでね、かん、あのプレイしてる立場だけど観戦してる立場でもあるんでね、勝手にオートで動くんで、だからオートで動いても勝てるような編成しないと難しいってことですよね。まあでも S クラス無能ダメージでいったからいけんじゃない。よしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。